はじめに日本国国歌君が代を吹奏です。世界バンタム級タイトルマッチ、まもなくゴングです。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、長谷川対グラポン、去年の年間最高試合となった両者の対戦、11ヶ月ぶりのリマッチです。なおこの試合ジャッジはアメリカから59歳ヒューバートミン、殿堂入りの名ジャッジ72歳マーティーデンキン、そしてイタリアの64歳セルジオシルビ、この3人が採点します。そしてレフリーは8回目の来日、日本では辰吉対ホーリーアヤラもさばいたメキシコの47歳グアダルベガルシアが務めます。WBC ルールを確認しますと、この試合はフリーノックダウンシステムです。偶然のバッティングで試合続行が不可能になった場合、序盤4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降はストップしたラウンドも含めての採点になります。そして日本製8オンスのグローブが使用されています。さあレフリー注意は簡単に終わりました。11ヶ月ぶりのリマッチ、長谷川対ビラポン、いよいよ第1ラウンドのゴングです。
WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。黒のトランクスに赤のラインがチャンピオン長谷川穂積、そして黄色のトランクスに青のラインがチャレンジャーのビラポンナポンルアンプロモーションです。まず軽くワンツーを出していきます。サウスポースタイルがチャンピオンの長谷川穂積です。さあ台が当たりました。そしてオーソドックスな右構えがチャレンジャーのビラポンです。左を出していきます。チャレンジャーのウィラポンの右に合わせて左を出していくのがチャンピオンの長谷川穂積です。右のジャブを軽く打っていきます。足を使います。チャンピオンの長谷川穂積、ボディを狙ってきましたウィラポンです。ファイティング原田さん、はい、この両者この入場からここまで表情をご覧になってどんな印象でしょうか。そうですね、ウィラポンですね、はい、あとボディブロー、はい、今回は勝つだっていうことに来たんですよね、ここまで。見当たりました。やっぱりいざ上がってみますとですね、長谷川君のスピードもですね、はい、やっぱりその先手にどっちが打つかなと思ったんですけども、やっぱり長谷川君も入ってますね、はい、長谷川君も入ってますね、はい、やはり長谷川のスピードの方が立ち上がりはあるということでしょうか、ね、あっとアッパーカット右、そして左を立てつける。スピードもないですね、ちょっとね。あ、そうですか。でもガッツあるんですけどね、はい、しかしビラポンも右を出してきました。長谷川君がいいパンと当たってきましたら、早い回でもチャンスがあればいいですけどね。そうですか。浜田剛さんはここまで両者 その動きというのはどういうふうに見ますか。まあ、ウィラポンの右先方で右で来るのは予想していましたけどね、はい、それ以上に長谷川が自信満々ですよね、本当に自信持ってますね、はい、ボクシングを伸び伸びやってますね、はい、ウィラポンが右を出してきますが、まあ、足を使ってウィラポンのノーモーションでのこの右、これは注意戦という感じですよ。そうですよね、はい、まあ、11ヶ月前去年の4月の長谷川がタイトルを取ったウィラポンの試合は浜田剛さん、はい、立ち上がりから長谷川が打っていってこの左がよく当たってペースをつかみました、ね、その後にウィラポンはポイント取られてるということになると、はい、勝負をかけてきますからね、そこで長谷川が打ち負けなかったっていうのが勝因ですよね、はい、さあウィラポンがボディを狙ってくるところ長谷川右を伸ばしていきます。リング中を戻りました。打ちつけるような左、長谷川いいですよ、ウィラポンの右で、ウィラポンの右先方に対して、はい、左も打つし右も打つし、どっからでも打てますね、はい、ウィラポンが右のボディーブローを狙ってくるところ何か上から叩きつけるようなパンチを放つと、ね、自信満々で打ってるんで、パンチに力がありますよね、はい、右のボディーブローを再三狙っています。チャレンジャーのウィラポン、また左から右のコンビネーションブローはチャンピオンの長谷川。第1ラウンド立ち上がり残り20秒になりました。この辺りはパンチを体でかわしていきます。ダブル、まあ、ウィラポンスロースターター気味ではありますけど、やっぱり先手を取ろうという気構えで来てますね、はい、第1ラウンドほとんど時間がなくなりました。緊張の第1ラウンド、今ゴング第1ラウンドが終了しています。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、神戸から生中継でお送りしています。放送の解説は41年前日本で最初のバンタム級世界チャンピオン2階級制覇のファイティング原田さん、そして20年前電撃の1ラウンド KO で WBC スーパーライト級チャンピオンとなりました浜田剛さん、お二人の解説でお送りしています。まあ、それにしてもファイティング原田さん、はい、やはり立ち上がり緊張感がありますね。そうですね、やっぱり、ね、ウィルポンですね、非常にあれですね、やっぱりちょっと気が入ってますけどね、非常に長谷川君の動きもいいですね、非常に、はい、非常にワンツーアッパーが左アッパーですね、もいいですよ、なかなか、はい、狙いは。そうですね、はい、浜田剛さん、はい、ここから2ラウンド以降どちらがペースを掴んでいくかというまず戦いになると思うんですが、そうですね、ウィルポンはスタートで、ペースを掴もうということで右で来ましたけどね、なかなか今掴めてない状態ですよね。そうですか。ということは長谷川がウィラポンのパンチに対して先手を取っているということがあるんですね、はい、さあ第2ラウンドが始まりました。リング中央に飛び立ちしてきましたチャレンジャーのウィラポン、何か第1ラウンドの開始のゴングまではチャンピオンの長谷川をじらすかのようにじっくりと時間をかけて、その第1ラウンドのゴングを迎えましたチャレンジャーのビラポンナポンルアンプロモーション37歳です。対するチャンピオンの長谷川穂積、去年ビラポンに勝ってこのタイトルを獲得、今日が2度目の防衛戦になります。この地元神戸では初めての防衛戦のリングとなりました。チャンピオンの長谷川穂積、黒のトランクス、今背中が見えています。村山さん、はい、そのチャンピオンサイドなんですけれども、立ち上がりは非常にいいと、はい、そしてビラポンの打ち終わり、そしてちょっと力んでいるので右の大振りには気をつけようというふうに山下トレーナー話しています、はい、まさに浜田剛さん、はい、ウィラポンが打ってくるだけにね、まあそうですね、どっちかというとスロースターターなんですけどね、やっぱりスタートから先手を取ろうとしてますよね、はい、
まあ、ですから長谷川もう少し柔らかくていいですね。柔らかくていい、うん、そうしますと少し硬いんですか。力一本打とうという気持ちがちょっと強いんですね。力が、うん、まあ、余分に力入ってるんで、はい、もう少し柔らかい状態でいきたいところですね。うん、さあボディーブローを打ってきました。これがですね、今ウィルポンの右、まあ、ボディー顔面に今打ち分けようとしてますけどね、はい、これがどっかで連続できますからね。おっと、ウィナッパーだ。村山さん、はい、ウィラポン陣営ですが、こちらも立ち上がり非常にいいというふうに話していました、うん、そしてジャブをもっと打って試合を組み立てていこうという指示ですね、はい、長谷川はこの再戦となったウィラポンとの一戦に向けて、まあとにかく浜田剛さん、はい、押し負けない打ち負けないというのをテーマに練習してきたというふうに話していました。ね、前回の勝因がこれですからね、はい、ただ今ウィラポンが随分攻撃を強めてきたんで、あっと真っ正面に足を止めてますからね、動ける選手ですから、はい、動き流れていいですよ。山下トレーナーとの練習、そしてスパーリングを見ていても浜田剛さん、はい、その長谷川に対してはとにかく打ったらサイドに置くんだという指示を再三していました。そうなんですね、ウィラポンは勝負かける場合には全然できますからね、その場合、横に動いた場合にはウィラポンの攻撃も止まりますから、はい、まあとにかくファイティング速さ、はい、ウィラポンも今日は好戦的な立ち上がりですよ。そうですね、非常にいいウィラポンのですね、やはりボディのストレートいいですね、ボディサギベみたいなミニストレートのですね、はい、カウンターですか。再三右のボディーブローを狙ってきます、はい、チャレンジャーのウィラポン、黄色いトランクス、今度は踏み込んでワンツーを見せました。このボディーブロー、右のストレートのボディーブローというのは長谷川の分が早いと、はい、だから後半勝負をしようということでしょうね。なるほど、まずボディーを、ボディで鈍らしておいて、これですね、はい、動きを鈍らしておいて後半勝負ということですね、はい、迎え撃つチャンピオンの長谷川、第2ラウンドも残りすでに10秒を切っています。さあワンツーだ、出てくるところを叩きつけるようなワンツーを見せました長谷川。第2ラウンド終わっています。ここで両選手の体格を比較してみます。ご覧ください、身長では8センチ長谷川が上回っているんですが、ご覧のようにリーチはほぼ互角、むしろビラポンが1センチリーチでは上回っています。チャンピオン長谷川25歳に対しまして37歳になりました、チャレンジャーのビラポン中村アンプロモーションです。12回戦序盤第3ラウンドのゴングが鳴りました。レフリーのガルシアがちょっと青コーナーのウィラポンサイドの陣営に注意を与えています。さあ第3ラウンドが始まって、まず右を出していきました。ウィラポンが話していたのは前回の長谷川戦、この長谷川の右フック、それから左ストレートに浜田剛さん、はい、やられたんだという話をしていました。特に右ストレートで打って、この右フックですね、右フックで引っ掛けるという戦法で、はい、ウィラポンがね、アッパーから左のフック、さあ左フック、さあ長谷川の進んだ、いや浜田剛さん、はい、打ってきました。あそうですね、はい、打ち負けないということでは随分気合が入ってますよね、はい、だからこれをですね、正面からするんじゃなくてウィラポンを正面から来ようとしてますから、はい、長谷川はサイドからやればいいんですね。村山さん、はい、チャンピオンサイドなんですけどもね、ウィラポンは下を打つと戻りが遅いと、うん、だからボディを見せてから上に返せと、まさにその指示通りの攻撃です。なるほど、相手の原さん、はい、何か両者の気合を感じますね。そうです、ウィラポンはですね、ストレート打って、今張り打ってるのはいいことなんですけどね、この長谷川君もストレート打ってればいいんですよね、はい、打たなきゃアッパー来ますから、逆のアッパーに打って左のですね、あれ効きますね、やっぱり、どうしても顎は下が下がってきますんでね、はい、ボディを狙ってくる、低く前に出てくるところ、先ほどのアッパーのようにね、そうですね、長谷川君の左アッパーですか、はい、左アッパー左行くとね、ウィラポンの右ストレートボディブローに対してですね、長谷川はブロッキングより、ブロックで防ぐわけしてますけどね、ブロッキングで、はい、動けばいいんですよ、動けばいい、動けばいいですね、はい、しかしむしろフットワークを使うというよりは、浜田剛さん、はい、立ち上がり両者が足を止めてという形になってますね、真っ向勝負にやってますよね、そうするとですね、ウィラポン調子つきますからね、調子に乗るとどっかで勝負きますから、はい、それをさせないことですよ。しかしまさにその打ち負けないというのが今日の試合のテーマ、それは出てますね、長谷川のその打ち負けないという姿勢を感じる立ち上がりです。まずさあボディーから、あーダブルですよ、ダブルですよ、長谷川がコミネーションブローを見せる、やっぱりね、一発一発はウィラポンいいの打ちます、あーいきなりのアッパー、長谷川のアッパークリーンヒット、長谷川いいですよ、長谷川のいい攻撃が続いている、左から右、
長谷川の素晴らしいコンビネーションブロー。ウィラポンの一発に対して長谷川の2、3と来ますからね。そうですね、やっぱりウィラポンの実は打っても詰まってますからね、はい、長谷川君が最後に動いてますから、ね、逆に違うと思います、ね、はい、しかし今のいきなりのその左のアッパーカットにクリーンヒットしました、はい、長谷川。まあ左アッパーというのも難しいんですけどね、危ないんですけど、これを打てるというのはよく見えてるということですね。そうですね、あとまたダブルを見せました、左から右のワンツーです。長谷川調子いいですよ。第3ラウンドの中盤以降は長谷川のいいパンチが当たっています。ほとんど時間がなくなりました。第3ラウンドは見事な長谷川のコンビネーションブレーが光りました。浜田剛さん、はい、先ほども見事な左のアッパーがね、そうですね、しました。 ここです。このアッパーというのはですね、どっちかというと危ないんですよね、打たれる可能性あるんですね、あのガードも開きますからね。そういうことですね、だからアッパー打つのは危険があるんですけど、それをできるというのは完全に相手の動きを読んでる、見てるということですよね。でリラポンのダメージはどうですか。ですね、はい、この選手はやっぱり見せないですからね、ただないわけじゃないですよ、はい、リラポンのニックネームはナークルン、まあ、デスマスク、全く表情を変えないというのがリラポンです。本当はこの選手が笑うところ見たことないですからね。そうですよね。しかし先ほどは見事な左のアッパーカットが顎をクリーンヒットしました、チャンピオンの長谷川穂積。このラウンドは立ち上がりちょっと足を使うか、いやまた足が止まった、両者リング中央だ、うん、また右のボディーボールを狙ってくるリラポン。ボディーボールに対して右くん引っ掛けましたけどね、まずは動いて、はい、相手を打ってきたら動いたらですね、ウィラポン追いつけない状態がありますからね、はい、やはりどうなんでしょう浜田剛さん、スピードという、おっと今度は打ち合いになるか、スピードという点ではやはり長谷川の方がありますね、やっぱりウィラポン一発のスピードありますけどね、はい、連打力はやっぱり長谷川の方が上ですよね、はい、あとまた今度はミニアッパーカット、ボディーブローちょっと低いんじゃないかというチャンピオン長谷川のアピールです。このあたりファイティングハラさんどう見ますか。はい、あの今のボディーブローこういったそうですね、ちょっと低いですね、はい、でもあれはもうレグリー早いの打って構わないと思いますよ、はい、村山さん、はい、このボディ攻撃についてね、千里馬会長は、はい、今は下を見ながら下を打ってきてるけれども、はい、そのうち下を見ながら上を打ってくると、うん、そのあたりは警戒しなければいけないというふうに話しています、はい、強烈な右のボディを見せましたチャンピオンの長谷川、今度は右のフック顔面を狙っています。村山さん、はい、ビラポン陣営ですけれども、もっとワンツーを打っていけというふうに話していました、そしてあの長谷川のパンチを警戒してかガードを絶対に下げるなというふうに言っています。このあたり浜田剛さん、はい、やはりこのビラポンサイドもこのおよそ1年の長谷川の何て言うんでしょうか、変化というか成長ぶりというか、まあそうですね、だから前回よりも長谷川が自信持ってるっていうのは予想していることですよね、まあですからそのガードを下げてはいけないんだという指示が出ているんです、さあ今度は左を3発4発で叩きつけていく、まあ、長谷川自信持ってますね、ただ今ボディ再三腕も打ってますからね、はい、これ後半と打ってくる可能性があるから打たすべきじゃないですよ、はい、このボディですね、これは足の避けとかあるときですね、はい、まあ、これですね、これ後半長谷川の動き鈍る可能性あるんですからね、ファイティング原田さん、おっとまた打ち合いになりますが、長谷川の手数パンチの数は明らかに長谷川上回っているんですが、そうですね、ビラポンのパンチの時折、あっと当たった、当たった、正確にやっぱり次はですね、長谷川がやっぱワンツースリー打ってますんで、かなりワンが当たらなくてツースリーって当たるぐらいありますからね、はい、はい、時折ウィラポンのパンチもボディを捉えています。しかしここのところ有効打は圧倒的に長谷川の上、やっぱり当たった後の連打というのはチャンスに打ってますね、いいですね、はい、1発当たった後に2発3発と立て続けに畳みかけてきますチャンピオンの長谷川穂積、ウィラポンの1発に対して必ず3発返しますね。そうですね、ここで第4ラウンドが終わりました。このラウンドも長谷川攻勢です。チャレンジャーとしてリングに上がるのが98年12月以来のイラポンです。ご覧のように日本では辰吉、そして西岡との死闘全てクリアしてきました。ただ去年の4月長谷川に敗れまして、日本では4勝1敗に引き分け、世界戦通算19回目という今日のイラポンのリングです。さあ WBC 世界バンタム級タイトルマッチ序盤4ラウンドまでが終わりまして、第5ラウンドが始まっています。去年4月の長谷川対ウィラポンの試合、まず立ち上がり4ラウンドまでポイントを取った長谷川でしたが、中盤足を使ってかわしていこうという作戦が裏目に出てウィラポンの攻撃を受けてしまいました。浜田剛さん、はい、ウィラポンの身に関して長谷川はね、はい、
その一度当たったら当たり始めるとアリ地獄のようになかなか抜けられないんですという話をしていました。だからそれで今止めている状態はありますけどね、はい、ただそれ一発目避けて打てばいいですね、はい、まず一発目打たしてブロックして打つというところありますけどね、はい、まず一発目足避けることですね、今どうですか長谷川のこの辺りの動きというのは。今やっぱりあの強気で来ているんですね長谷川が、はい、ウラポの右ストレートに対して足を止めて、打ち返すところありますからね、あっとまた今度はミナパーカットを見せました。今日はファイティング原田さん右左ともにその再三アッパーを見せますよね長谷川、はいはい、この辺りはどうなんでしょうね。やっぱりサスポがいいんじゃないですかね。やっぱりですね、はい、非常にジャブが速いですね、スピードがありますね、はい、打たれた時でも必ず動いてますから左右に、それから左アッパーでも下から作動して打ってますね、はい、非常にいいと思いますね、はい、あれを腹を出しちゃっていけないですね。やだから逆にですね長谷川君が、あの目で2つを打ったのが逆にですよね、はい、さあ今度は長谷川君が浅田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 君が下がるか宮君が下がるか長谷川が前に出る長谷川前に出る戻った右やっぱり長谷川の攻撃はさあ長谷川の攻撃ね長谷川の左そして前に左バッターカットそして左ヒック長谷川がじりじりとミラポンにプレッシャーをかけていきます。ワンツーだそして左を返す第5ラウンドまで1分以上時間が残っています。やっぱり攻撃に自信が出てきますよね、何かどうなんでしょう長谷川ウィラポンの動きは見切ってるという感じなんでしょうか浜田さん。それはありますね、はい、それとウィラポンに一発に対して、最初に一発だけ気をつければ、あとは全部自分のパンチが入るとなるほど自信を持ってますよね、はい、ちょっとウィラポンも大振りになってきたか足を使います。チャンピオンの長谷川穂積ウィラポンが、自立焦っていたんですよ今度は焦ったんですよ今度は何か長谷川がロープ際足を使ってミラポンを前に出させようかということなんでしょう。おっと右が来た不用意なパンチを受けてはいけませんチャンピオンの長谷川穂積。さあミラポンか長谷川が打って出るミラポンが打ってくるところ長谷川が打ち返します。いや長谷川君の左がパチダルクがいいですねあれね、はい、そうですね、もう一回行ったんですよアンパッパネス、はい、ミラポンがパンチを出してくれば必ずそれ以上の手数を出しています。手数で大きく上回っている長谷川第5ラウンドもほとんど時間がなくなりました最後はお互いに避け合った第5ラウンド終了です。今日もリングサイドには長谷川の家族がいます。去年10月には妻安子さんとの間に長女ほのちゃんが誕生、長男ひろとくんは2日前3歳になりました。しかし父親である前にボクサーであってほしいと思う安子さんは今週大阪の実家に家族と戻りました。地元での防衛戦に向けボクサー長谷川は一人自宅で集中力を高めました。そして迎えた今日の世界タイトルマッチのリング WBC 世界バンタム級タイトルマッチチャンピオン長谷川2度目のタイトル防衛戦第6ラウンドが始まっています。村山さん、はい、チャンピオン非常に落ち着いてましたね、あのインターバルでもまるであのスパーリングの合間のように、はい、俺のこのラウンドはどうだったというふうに反省点を挙げてすぐにそれを実行する余裕があります、はい、あのこの放送席も赤コーナーのサイドに浜田剛さん近いんですが山下トレーナーの指示も的確にその聞こえているようですしね。まあそういうことですね、ですから、まあ、セコンドの指示は完全に頭に入るしですね、はい、それとウイラポンの具が全部見えてるしですね、だから油断だけしないことですよ。はい、さあこの第6ラウンドは少しフットワークを使っていますチャンピオンの長谷川穂積ゆっくりと右へ回っていきます。さあミラポンが追ってくるところ右のアッパーを見せました。さあ足が止まった。さあミラポンが出てくる。長谷川が応戦する。リング中央戻った。まあ長谷川のいいところですね、ウィラポンが出てこようとした時に出てこさせないというのがありますね。そうですね、はい、まあ、ですからそのウィラポンのパンチというのも浜田剛さん、はい、単発で終わっていますよね、だからウィラポンで勝負いけないんですね、さあ長谷川出る。長谷川出る左のダブルだ。ナイスアッパーカット。左のアッパー効いた。左のアッパー効いた。さあ膝一気出る。膝が出る。ウィラポン膝あった。ウィラポン下がった。ウィラポン強打ちだ。ボディ打ってから左のアッパーからチャンスを掴んだ長谷川。慌て打ちしないことですよ今。左の突っ込み下がした。長谷川左。左を畳みかける。赤コーナー付近。ウィラポンがロープを背負った。ウィラポンがロープを背負った。ダブルチャンス。長谷川のラッシュだ。ものすごいラッシュだ。長谷川がラッシュする。そして相手の動きを見ています。ちゃんとボディ打ってから。左のアッパークリーンヒット。ミラポンが
の素晴らしい攻撃です。長谷川君のその連打すごいですね。ウーロケ君も昔は打ち返したんですけどね、はい、やっぱり手が少ないですね少しね、はい、ウラポンが何かよろけるように交代しました。長谷川君もチャンスですね。長谷川君もここね、しかしウラポンもダメージあるんですけどね、しかし前であってもタップ当たった。向谷向谷向谷さあ長谷川リード中央だ。第6ラウンドの残り30秒、さあこのチャンスをものにするか長谷川穂積、あっとウィラポンのワンツーだ。ウィラポンのワンツーさすがですね。ウィラポンも諦めない、ウィラポンも諦めません。危ないと思うと必ず前に出てきますね。ウィラポンも打ち返してきます。まだ繊維は失っていません。ここでウィラポン下がると危ないですからね、第6ラウンド残り10秒になりました。さあ長谷川がまた打っていく。ウィラポンまた効いてますよ。長谷川の大きな左、第6ラウンドもここでゴンが鳴りました。長谷川の見事なコンビネーション、ウィラポンにダメージを与えています。明らかにダメージがありますチャレンジャーのウィラポン。素晴らしいチャンピオン長谷川の攻撃でした。いや見事なファイティング原田さん攻撃でしたね。そうですね、長谷川君のあれですね、前に前に進めますからね、はい、ウィラポンもただ手を出てるんですけども、その前から前に進めないんですよね。そうですね、ウィラポンがこう長谷川君に動きますんで届かなくなりますからね、はい、非常にやっぱり長谷川君の連打すごいですね、はい、さあ第7ラウンドが始まりました。長谷川穂積、去年9月の初防衛戦もヘラルド・マルチネス7回 TKO で見事初防衛を達成しています。さあこのラウンドどうか、また右のアッパーを突き上げましたチャンピオンの長谷川穂積。しかしイラポンはじりじりと前に出ます。まあそういうところさすがですよね。最後までもう自分のスタイルを貫き通す、そんな姿勢を感じるチャレンジャーのイラポンです。イラポンは危なくなったら前に出るんですからね、本当のさすがですよこのいいところ。だから長谷川君もまともと来てないですもんね、パンチがね、はい、だからそうですか、村山さん、はい、チャンピオン長谷川サイドですけどもね、千里馬会長のスタミナどうやという掛け声にですね、大丈夫ですよっしゃというふうにエンジン入ってますね、はい、今回山下トレーナーとの合言葉が練習で泣いて試合で笑おうというものでした。ナイスカウント。さあ左のダブルです。長谷川穂積、まあ例えばコーナーポストにチューブを巻きつけて、そのチューブの端を自分の腰に巻いてそれで前進して打つというようなトレーニングもしていました。押し負けない、打ち負けないためのトレーニングという長谷川の話でした。村山さん、はい、ウィラポン陣営ですけれども、笑みが消えました、そして心配そうな表情でウィラポンに右吹く右吹く、もっと打っていけという、そういう指示を出していたんですが、はい、一方のウィラポンは、大丈夫だよというような表情を見せながらガッツポーズを作ってリングに向かってきました、はい、まだ戦う意思がはっきりとありますチャレンジャーのウィラポン。こうして前に出てきますウィラポンです。まあしかし本当にウィラポンは打たれると前に出ますからね。そうですよね。このラウンドどうなんでしょう、長谷川が少し相手の様子を見ているんでしょうか。浜田さん、まあ、ウィラポンが出てくるところありますからね、出てきた空いたところを打とうということですよね、はい、そして長谷川が練習で見せていたのはその3分の中でも浜田剛さん、はい、その畳みかけるところであったり少し足を使うところとそういうメリハリをつけるトレーニングをずっとしていましたね、そうですね、そういうところで攻撃に幅が できてますよね、はい、まあ、ですから足を使って相手をいなし、そしてチャンスと見るや畳みかける、その攻撃がずっと出ています。しかしこのラウンドはウィラポンも打ってきています。村山さん、右が取っています、はい、この間ね、はい、陣営からチャンピオン陣営、チューブだチューブだというふうな掛けを飛んでますよ、うん、そのハードなトレーニング、チューブを腰に巻いてその負荷をかけてのトレーニングも積んできました。今長谷川打たれてますよ今、ちょっとウィラポンが攻勢に転じています。このラウンド長谷川迷ったまま打ち合いすることじゃないですね、はい、足が止まっています両者。ウィラポンも力を振り絞る、ショートレンジの打ち合いだ、頭をつけての打ち合いだ。第7ラウンド残り20秒になりました。長谷川君もやっぱり左右の泳いだりですね、ちょっと足が止まってウィラポンのボディ、そして顔面へのパンチを受けています長谷川穂積。ウィラポンの一発中央、ちょっとこのラウンドはちょっとこのラウンドは長谷川穂積の強制を受けています。しかし第7ラウンドもほとんど時間がなくなりました。付き合う必要ないんですよね、はい、ここで第7ラウンド終了です。場内には元 WBC バンタム級チャンピオンの辰吉丈一郎の姿もあります。この辰吉からタイトルを奪ったウィラポン、6年4ヶ月にわたって王座に君臨していました。そのウィラポンを破って新チャンピオンになったのが去年4月長谷川穂積でした。
このタイ陣営再三レフリーのガルシアに注意を受けて、その1分間のインターバルをファイティング原田さん、はい、何かもうギリギリ使おうというようなね、その陣営の動きですよね、青コーナー。そうですね、だから長谷川君はやっぱり足を止めちゃダメですね、はい、足を止ますと打たれますからね、非常にやっぱり長谷川君左右足を使いながら、チャンス受ける時の連打ですね、はい、この辺にやっぱり多いんじゃないですか。浜田剛さん、はい、このインターバル山下トレーナーの声も聞こえていたんですが、はい、その中盤の最終ラウンドやという声が聞こえていましたよね、はい、だから結構区切ったやり方しますよね。ですから4ラウンドごと3つに分けてということなんでしょうね。そういうことでしょうね、だからそこでポイントは1回取っておこうと、はい、流れを1回また戻そうということですね、村山さん、はい、そして長谷川本人は強気でね、この前のラウンド休んだだけです、次は取りに行きますと言っています。いや本当にそのトレーナーの指示で柿村さんはっきり答えてるようですね。そんなのいいですかね、やっぱりボディはですね、非常に嫌だと思いますよ、あれも、ザー君もね、先ほどのちょっとイラクの構成ですよ。長谷川みたいなストレートあれ逆に打てばいいんですよ、あれを逆に長谷川がストレート、そうですね、ウイラポンはですね、勝負に来てますよね今、前に出てきています。ウイラポン勝負に来てますね今、足を使ってかわそうとしているチャンピオンの長谷川。村山さん、はい、ウイラポン陣営は精神的な指示が目立ちました、とにかく動揺せずに平常心でいけということです、はい、平常心でというウィラポンに対する指示。青コーナー、さあまたミノのパスが当たりましたが、ミノボディーブロー、あれを逆にそうというふうにしてからダブルを見せました。左長谷川です。長谷川動きながら、打って動くことですね、はい、動きっぱなしじゃなくて打って動くことですね、どうなんでしょうこのあたり。浜田剛さん、ウィラポンのプレッシャーというのをチャンピオン長谷川感じていますか。まあやっぱりですね、勝負に来てますからね、感じておりますよね、はい、そこで長谷川がまたさらに上回る手数を出していくのか。やっぱりですね、しつこいボディーブロー、これが嫌なところありますね、はい、左を出しましたチャンピオンの長谷川。さあしかしウィラポンが前に出てくる。しかしウィラポンボディーブロー、ウィラポンのボディーブローは本当しつこくなりましたね、中盤第8ラウンドです。ウィラポンが前へ出ていきます。いやしかしこの前進する力、ファイティングアワーさん、はい、あれだけパンチを切っていたウィラポンなんですが、これだけ前に出てきますね。そうですね、もうやっぱりですね、はい、ウィラポンもライガーがストレート打ってましたからね、あれがやっぱり汗かくやらなくちゃと困りますよね、止まると。これはきつこいですからね。そうですね、はい、この辺りはさすが世界チャンピオン14回防衛、6年4ヶ月にわたって防衛した前チャンピオンのウィラポン。しかしそれを迎え撃つ長谷川、手数では上回っています。しかしこの前のラウンドあたりからウィラポンが前進する力を強めています。第8ラウンドやっぱこのままだとウィラポン取られますからね。そうですか、だから、はい、勝負に来てるわけですね、はい、というところで第8ラウンド終わりました。明治中期に日本に紹介されたボクシング、明治42年に日本で最初のジムとも言われる国際銃剣クラブが神戸市御影に誕生しました。戦後復活初のボクシングの興行が行われたのは西宮球場でした。日本のボクシング発展の歴史に大きな足跡を残しているこの神戸、その神戸のジムが生んだ初の世界チャンピオン長谷川穂積が地元での凱旋試合、2度目のタイトル防衛戦もいよいよ終盤、残すところあと4ラウンド、第9ラウンドを迎えています。シェフリーが止めた、はい、第9ラウンド鮮やか長谷川穂積ワンパンチノックアウト、見事なワンパンチ KO。 今のタイミングはバッチリ、なんというパンチ、長谷川2度目のタイトル防衛に成功しました。抜群なタイミングに出るのは優しい、ね、全くリラポン起き上がることができませんでした。第9ラウンドの立ち上がり鮮やかワンパンチ、長谷川穂積、神戸のヒーロー長谷川が見事に2度目のタイトル防衛に成功しています。その時は一瞬にして訪れました。第9ラウンド19秒、カウントを取ることなくレフリーのガルシアが試合を止めました。第9ラウンドテクニカルノックアウト、これで長谷川は初防衛決戦から2試合連続のノックアウト防衛です。いや浜田剛さん、すごいパンチでした。さすがのウィラポンが前に出てきたところ、右を出してきたところ、右フックを、あのタイミングはさすがですね。はい、認定しよう。
ビラポンまだダメージが残っています。青コーナーに戻りました。そしてリング上では林優子コミッショナーによります認定書の授与が行われています。いやーファイティングがすごいパンチが来るところですからね、左にですか、はい、非常に合いましたね、あれがね、はい、風よりにもう相手も抜いてやって入ったんでしょうね、今のはどうなんでしょう、狙いすましたパンチなのか自然の動きの中で出たパンチなのか、やっぱり訓練の練習でしょうね、あれはね、必ず相手に来るっていう、それがやっぱり普段の彼の練習だと思いますね、はい、浜田剛さん、はい、まあ、とにかく練習で泣いて試合で笑おうという合言葉だったそうですが、何回も練習やって試合で出ましたね、だから練習の繰り返しをやって普段は出ないもんなんですよね、出ないまんもあるんですけど、この右のタイミングでも何回もやったと思うんですよ、はい、まあ、まさにその狙いすました右一線という長谷川でした。あくまでも狙ったということよりもですね、試合をやっている試合でまた今当たるという思った瞬間ですよね、まあ、そういった面ではやっぱり、まあ、攻撃に幅もできたし自信もできたしですね、はい、まあ7回目8回目攻め込まれてちょっと心配したところありますけど、そういうところから一発で引き返すところなんでやっぱり自信も表れるでしょうね。あの今手元にジャッジペーパーが届いたんですが、第6ラウンドまではほぼ長谷川のラウンドで、やはり第7第8ラウンドはウイラポンが取っていました。ウイラポンが勝負に来た時ですよね、はい、それでウイラポンサイドすると7、8で勢いついて、はい、そして9ラウンド目もう一攻撃しようと思ったんでしょう、そして攻撃を強めようとしたところで、はい、相手の要するにウイラポンの力を利用した今のパンチですよね。あのカウンターだとやっぱり立てなかったですよね、はい、チャンピオンの長谷川、おととい3歳になったという長男のひろと君を抱きかかえ、そして青コーナー、このウイラポンの元に歩み寄りました。本当に長谷川君嬉しいですよね、本当にチャンピオンだったんだという気持ちで、勝たなきゃしょうがないと思ってましたね、はいはい、これでどうでしょう、その長谷川が考えていたこのウィラポンに2度勝ってこそ真のチャンピオンだと、ね、今日の試合ですね、はい、完全に新旧交代ありましたよね、はい、この右のカウンター、いやー見事なロングレンジからのフック、はい、ウィラポンのこの右のストレートもですね相当練習してきたパンチですよね、はい、あの長谷川攻略サウスポー攻略ということで右でこれに合わせましたね、はい、さあチャンピオンの声を聞きましょう。あのウィラポンを倒しました、チャンピオン長谷川穂積選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。ウィラポンの執念にも驚きましたが、あ、今あっちですね。長谷川さん、あのウィラポンを右のフック一発倒しました、今お気持ちは。まあKO かどうかこだわってなかったんで勝ててよかったです。あの長谷川さんは試合前にウィラポンにもう一度勝ってこそ真の王者になるんだということを言っていました。そうですね、まあはい、まあ勝てて、まあ、これで自分の中では一応王者になった気でいるんで、まあ良かったです、はい、しかしウィラポンもですね、打っても打っても執念で向かってきましたね。どうでした。いや本当にもう強いチャンピオンで、全チャンピオンでもうすごい、もうやっぱ最後の最後まで自分の中で分からなかったです、はい、しかし長谷川さんも非常に冷静に、そして熱くラウンドごとにメリハリをつけた素晴らしいファイトだと思うんですが、まあそうですね、うん、まあはい、コンディションがうまいこといったんで、まあ、勝ててよかったです、はい、でも見てますとね、本当に強いなという印象しかないんですが、ご自分ではどうなんでしょう、やっていて。いや全然強くないんですよ、はい、まあ本当、まあ、運が良かっただけです、ずっと、はい、そして神戸、地元兵庫、初めての防衛戦になりましたが、いかがでした。多くのファンの声援がありました。そうですね、まあ、やっぱすごい途中穂積コールとかあって、すごい力になったんで、本当俺なんか全然一人やと大したことないんですけど、皆さんが応援してくれたおかげで本当勝てました。ありがとうございます。今回はウィラポン選手とのリマッチ でウィラポン選手は1位ですし、何がこの勝負分けたポイントだと思いますか。まあ気持ちはどっちもやっぱし同じぐらい強かったと思うんで、
まああの何でしょうね、まあ分かんないですね、それは。はい、まあほんまたまたま自分の中では運がよく勝てただけだと思ってます。はい。そしてあのトランクスのベルトラインにも入っていますが、ひろと君の名前が一昨日3歳の誕生日を迎えていいプレゼントになりました。そうですね、まああの本当最高のプレゼントできてよかったです。はい。そして千里馬会長、山下トレーナー、多くの皆さんのバックアップもありましたね。そうですね、もう会長とかマネージャーとか山下部長で、今日富水雅さんも一緒にチームになって、でまた東京の方からもこみち君も一緒に応援してくれて、まあテレビ見ている方も会場に来てくれた方もみんな応援のおかげで本当勝てたと思います。はい。これでウィラポンを倒して、いよいよ長谷川時代の到来言えると思いますが、これからどんなチャンピオンになりたいと思いますか？そうですね、まあとりあえず自分の中では一つのまたこれで区切りができたんで、まあ今後はちょっと何も考えんと、はい、しばらくゆっくり休みたいです。そうですか。はい。1回でも多く我々は長谷川さんの防衛期待してます。そうですね、まああの、いい試合ができて、また結果それで勝てるように一生懸命練習して頑張りますんで、皆さんもよかったら応援してください。はい。見事2度目の防衛、あのウィラポンを PKO で倒しましたチャンピオンの長谷川穂積さんでした。おめでとうございます。どうもありがとうございました。チャンピオン長谷川穂積、2度目のタイトル防衛戦 WBC 世界バンタム級タイトルマッチは結局9ラウンド19秒テクニカルナックアウト、見事な右フックワンパンチで長谷川がウィラポンを沈めています。さあそれではこの後放送席にチャンピオンをお招きしまして試合を振り返ります。今このリングサイドの放送席にチャンピオン長谷川穂積選手に来ていただきました。いやー長谷川さん、はい、おめでとう。まずおめでとうございます。ありがとうございます。あのファイティング原さん、そして浜田剛さんからもありがとうございます。あのファイティング原田さん、はい、ご覧になってどんな感想ですか？そうですね、非常にすごいですね。その7、8っていう時ですね、結構まあ6番が良かったんですね、はい、その前そのこの回っていうのは1回出てきましたんでね、そのいいところにやっぱり空振りしたところにですね、はい、長谷川君のいつも練習している左フックですね、ちょうどそれが完全に入ったのでね、やっぱり練習大変だと思いますね。非常にあのやっぱ狙ったパンチじゃなくて非常にいいパンチが入りましたんで、非常に素晴らしい結果だと思います。というあのファイティング原さんの今もう狙ったんじゃなくてその練習の成果だという話でしたが、どうなんですかそのあたりは？チャンピオン、そうですね、まあ訓練ですね。このラウンドが一番大事なラウンドだった、ペース前回で前のラウンドで奪われて、このラウンドが大事だったんで、はい、また1ラウンドからの気持ちでやり直そうと思って、はい、それが結果、ええ形になりました。はい、浜田剛さんも今日 の、 その長谷川チャンピオンの試合ご覧になって、いや100点つけたいようなところですよね、はい、まあ確かにウィラポン先生命かけてきたでしょうから、はい、前回よりも強いウィラポン来ましたよね、そのウィラポンに対して技術面でもそしてパワー面でも上回ってるわけですからね、はい、ですから完全にこの試合で、新旧交代完全に見た感じしますよね。長谷川さん、今日の、はい、今日のその試合のプラン立ち上がりからというのはどうなんでしょう？長谷川さんのある程度思惑通りの試合が進めていたんですか？そうですね、まあ、集中して、はい、とりあえずペースを1ラウンドから取っていきたかったんで、はい、で7、8とこの採点を見てもウィラポンにポイントを取られているんですが、はい、あのあたりというのはどうだったんですか？そうですね、7ラウンド8ラウンドウィラポンがもう効いてるんで、セミで出てきたんで、ちょっとこれだと前と一緒の展開になるんで、この、まあ、9ラウンドが、はい、ここでペース変えないと、この後変えていくのもっと大変になると思ったので、ここちょっと執念場かなと思って、気持ち入れ直していこうかなと思ってやりました。非常にこの放送席も赤コーナーのサイドが近いんですが、そのインターバルの間も本当にその長谷川チャンピオン、山下トレーナーとこのコミュニケーションもうまくいっていたようですし、何か冷静にこのやっているのかなというふうに見えたんですが。そうですね、まあ全然焦ったりはしなかったんですけど、このままズルズル行くのが怖いなと思って。あ、なるほど。ここはやはりこの第9ラウンドは打っていこうというラウンドだったわけですね。そうですね、はい、このラウンドはもう1ラウンド開始ターンとなって一番最初のラウンドを思い出して、この気持ちでいこうと思います。さてチャンピオンの長谷川さん、はい、今ですね、はい、一人の方と電話がつながっているんです、はい、ちょっと、呼んでみますね、早見もこみちさん。はい、もしもし。あ、チャンピオン聞こえますか？もしもし。もしもし、もこみちです。あ、もしもし。あ、ちょっと今聞こえないでしょうか？はい、聞こえます。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、すごかったです。え、見てくれてました？見てました。ありがとうございます。
かっこよかったですよ。いやいや、もう不安やったんですけど、よかったです、勝てて。いや、すごいパンチが入りましたね、もう。まあ、いいカウンターで入りましたね、はい。いいカウンターでした、本当。はい、今、仕事で皆さんと一緒にテレビを見てて、はいはい、でちゃんと、いただいた T シャツ。はい、マジっすか。はい、ありがとうございます。先に、はい、はい、大物いっちゃいます。そして、早見さん。はい、早見さん、前回の初防衛戦では、そのチーム長谷川とともに行動して、今回は必勝祈願のお守りを、長谷川選手に託しましてね。はい。チャンピオン、はい、その、はい、早見さんからのお守りというのも今日は。はい、もちろん、ベルトの前に試合までは飾って、はい、ずっとポケットの中に入れて、今も山下トレーナーに試合中も持っていてもらって、はい、ずっとお守り持っていましたということなんですよ。早見さん、 ありがとうございます。いやいや、早見さん、テレビをずっとご覧になっていて、はい、今日の長谷川選手というのはどのように映りましたか。いや、もう本当にすごくもうかっこよかったですし、もう本当に、お昼一度電話でお話ししたんですけど、すごくコンディションがいいって聞いてたので、今日見てて本当にすごくなんか調子が良さそうだったんで、すごく安心して見てました。もちろんドキドキもしてましたけど、もう会場の皆さんと一つになってこう応援している気持ちで見てましたね。はい、はい、それにしてもファイティング原田さん、はい、いや、何度見てもすごいパンチですね。素晴らしいですね。はい、やっぱり基本どおりに乗るんですね。必ずその練習が出たでもですね、でこのウィルポンもこの試合は前がそういうことですから出てきた感じの組ですから、カウントになりましたんでね、前半はよく打ってましたけども空振りしてましたんでね、はい、これはもう本当にもうまっすぐですね。ファイティング原田さん、うん、今日本には世界チャンピオンが5人いるという史上最多タイということなんですが、はい、今日の長谷川さん、 やっぱり日本のエースは長谷川だというね。そうですね、アンタム級の素晴らしいチャンピオンですね。はい、はい、早見さんもそのテレビを通じてでも今日のこの試合の迫力というのは大いに味わったと思うんですが、はい、そのあたりどうだったでしょう。いや、もう本当に今日は本当に素晴らしかったです。もうなんて言ったらいいか分かんないんですけど、まだ興奮してますね。なんかいい言葉が見つからないんですが、本当にもう今日はすごい素晴らしかった、おめでとうございますってしか言えないですね今は。はい、早見さん、どうぞ、次の防衛戦の時には、今日はお仕事ということだったわけですが、はい、ぜひまた長谷川さんの会場に足を運んでね、はい、という長谷川さんに声援を早見さんからも、はい、もちろんですよ。そうですね、お願いします。お願いします。という早見もこみさん、今日はこの今電話がつながりました。早見さん、どうもありがとうございました。 ありがとうございました。どうもありがとうございます。という早見もこみさんからの祝福もありましたが、長谷川さん、今リング上では、ちょっとしばらくゆっくり休みたいという話もありましたけれども、そうですね、まあ、はい、タイトル取った時ぐらい、まあ、正直、うん、精神的には結構しんどいものがありました、ね。はい、今回本当にその厳しいトレーニングを積んできたというふうに聞いています。はい、そうですね、まあ、今までで一番しんどい練習積んできました。浜田剛さん、はい、改めまして今後の長谷川選手への期待をお願いします。技術面、精神面で一段とっていうんですかね、もう何倍も強くなりましたからね。はい、あとはですね、やっぱり日本のボクシング界を背負って立つ男ですからね、はい、子供たちに、自分も長谷川選手になりたいという風な状態を、起こさせたいという感じしますよね。はい、その言葉を聞いて長谷川チャンピオン、そうですね、ぜひ目標になるような選手にこれからも居続けてください。そうですね、はい、もうできるだけ一生懸命練習して頑張ります。はい、改めまして素晴らしい試合を見せていただきました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。2度目のタイトル防衛、見事なノックアウト防衛、長谷川穂積チャンピオンに、放送席に来ていただきました。どうもありがとうございました。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 どうも、おめでとう。という長谷川穂積チャンピオンにお話を伺いました。ワールドプレミアムボクシング WBC バンタム級タイトルマッチは見事なノックアウト防衛、長谷川穂積選手が勝ちました。はい、私ビラポンの控室の前にいるんですが、呆然と終始しておりまして、現在もマスコミシャットアウトの状態が続いております。はい、そして試合が終わってから一言も発していない状態です。はい、さあではこの後は史上初の高校6冠、東の逸材青尾隆弘の試合をご覧いただきます。地元神戸での凱旋試合、
長谷川穂積が見事にビラポンをキャンバスに沈めました。まさに長谷川時代到来を告げるノックアウト勝利でした。長谷川穂積のチャンピオンロード視界良好です。この神戸、その神戸のジムが生んだ初の世界チャンピオン長谷川穂積が地元での凱旋試合、2度目のタイトル防衛戦もいよいよ終盤、残すところあと4ラウンド、第9ラウンドを迎えています。センセーショナルなノックアウト、長谷川穂積勝利をお伝えして神戸からお別れします。